今日の黒田にはですね、大阪飛び出しまして東京の方に来ております、なぜ東京の方に来てるかと言いますと、ソニックローさんの、工場の方を見せてもらおうと。最近ちょっと工場見学っていうのもねやってますんで、やっぱりその大スポンサーであるソニックフローさんの工場行かなくてはならないであろうということで、東京までやっておりました。こちら立川っていうところですね。立川のあの大きな倉庫、まあ、あの全部があれじゃないんですけども、あそこモノレールの駅でちょっと社長に会いに行きたいと思います。かなり広いですけど見つかればいいですけど、うん、ここにあるんですか。だから結局その倉庫もなんかいろいろ調べてみたら、その大手の会社とかの倉庫はこの辺になんか固まってるらしい。あ、なるほど。うん、なんか飛行場の戦時中の飛行場の跡を、滑走路の跡を全部払い下げして、そこの会社がもうここ貸してるみたいで。なんか目印ないようなもんがあればいいんですけども。それはもうホッピーの黄色いやつじゃないの。探しましょうか、ちょっと。これホッピーちゃうの。これちゃう。これほらホッピーやんか。ホッピービバレッジ。近づいてますね。ここやここや。ホッピー。これもソニックフローとか。ソニックフロー。これで運びはんのかな。社長とも結構お電話ではね。そうそう、電話でやってもうてる。まあ、腰の低いね。あんだけの、まあ、大きな物流、東京、大阪、名古屋って持ってはんのやろ。あんだけ腰低いっちゅうのは。逆にちょっと怖いよな。逆に怖ない。そんな、なあ。いや、さっきもし切れたら。切れたら怖いやつやな。切れたら怖いやつやな。一回ちょっと長く切れさせてみて、一回。いろんなお願いします。お願い。あかん、俺それ。でもこの前な、長川。ホッピーをちゃんと調べようと思って、もう一回調べたら、ホッピーの社長って、俺のほとんど同世代やね。で3代目の女子社長やねん、女社長やねん。いろいろ調べたら、お前矢野兵道の矢野さんとイベントやってたぞ。お前あかんやろ、それやったらお前兵道さんのやつにちゃうの。兵道さんやろそれやったら。お酒は兵道さん。お前分かったぞ、あれ兵道さんにオファー来て、兵道さん忙しかったから矢野さんぶち当てたな、お前。そんなことないよ。ここあれ、なんであんなとこにタンバリンあんの。シャッター降りるときに音鳴るためや。なるほど。すごい原始的なやり方してるね。あ、すごいね。ホッピーやろ。こんな仕事一台で取れんの。名だたるお酒メーカーも今すごい目に入ってきてます。あ、そう。でもやっぱ大きいですね。ホッピーがほとんど。東京の人らが飲むっていうだけで、多分大阪の3倍4倍は売れるんかもしれんな。そうね、パイがちゃうやろ。さあ、せっかくこちらのですね倉庫の方に来ましたんで、社長に電話しましてですね、今日は、わざわざ倉庫の方に来てもらっております。西脇社長です。よろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。遠いところ。ご無沙汰してます。黒田さん、ご無沙汰して。また相変わらずもう社長らしからぬ髪型で。前回の動画が、はい、なんか。コメント欄をスタッフに聞いたら、なんか社長にえらい好感持ってる人が多い。恥ずかしい。あの社長として全然偉そうじゃないし、まあ、言葉ですけど威厳がない。ありがとうございます。あのグルッツ社長を見させていただきましたけど、こんなにホッピーって売れてるんですか。そうなんです。結構関東ではですね、かなり売れていただけてるもんですから。あのいろいろ僕もあのね、こうやってお世話になってるんで調査してみたんですけども、はい、いかんせんやっぱり西弱いですね。そうですね。本当にこれからで。でホッピーっていう名前がお酒なのかジュースなのかまだ分からんっていう人も、そうですね、一応僕のあの YouTube の動画で出させてもらったんですけども、はい、だからどれぐらいのもんかな、規模かなっていうのが僕らもう関西人ちょっとピンと来へんかったんですけど、ここ来るとどえらい広い倉庫の中にほぼほぼホッピーと。倉庫の広さで何ぐらい。ここで1400坪ぐらい。1400坪、はい、ちょっと外れてるとはいえ東京で1400坪ですからね。なかなか柱のないのはない。すごいですよね。そうなんですね。これ家賃ですか。これ家賃です。ちなみにどれぐらいなんですか。年間で1億は払ってます。
あ、家賃だけで1億。そうなんです。家賃だけで1億。東京地面が高いもんですから。いやー、でホッピーが1本今あの小売りで110円から15円ぐらいですか。15円のものが年間1億人のここだけじゃないからね。 これ何個ぐらいあるんですか、このホッピーが。これで今ホッピーさんでだいたい10万ケースぐらいです。10万ケースもあるんですか、これ。10万ケースもあるんですか。社長、これすごいのね、はい、ホッピーってまあ繊維してるじゃないですか、ええ、もちろん賞味期限はあるんですけども、はい、まあ、生ものとかに比べるとやっぱり賞味期限は長いですよね。半年ありますんで。半年間でだいたい、でも一月以内ぐらいではもう売れてって、フレッシュローテーションして、これ全部ですので。そんなに売れてんねや。あ、そうですか。そうですね、ありがたいことに。え、これ倉庫こんだけ広いじゃないですか、はい、あとは何か別に使ったりしてるんですか。いわゆる2時間ドラマの刑事物の、あの最後のそのま、あのちょっとあの殺されちゃってるシーンとか、いわゆるその倉庫で殺人起きたりするのよくありますですよね、はい、人質されてたり。ありますあります。倉庫でなんか乱闘シーンとかも結構ありますよね。まあ、あとあの、まあ、ロックバンドがプロモーションビデオってね、 ああいうのの撮影。なるほど。ちょっと建物が古い分、あのちょっとそういうレトロ感があるんでしょうかね。で貸してくれって言うと来るんですか。あのいわゆる撮影会社さんというか制作会社さんから、まあ、連絡来て、ちょっと日曜日4時間ほどいいですかとか。あのそのまた下世、僕ちょっと大阪人なんで下世話なこと聞きますけど、じゃあ2時間4時間貸してくれやと言われますわね。その時にね、いやここ1億かかっとんねんと年間と、だなんぼかその、出せよっていう話にはならないですか。なるべくと、今までも一回もお金もらったことなくて、結局うち都合で日曜日だったらいいですよとか。それでも電気代やね。まあまあまあね、それはまあなんかそのいい気分になれる代というか。じゃあ例えば映画やったら最後のテロップでこのね、出たらいいんですね。出ないですか。出ない時もありますけど、まあ、出たら出たで社員さんがみんな喜びますんで、まあ、そんな出さない人もおるんですか。中にはですね。まあ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 、そんなんはね。いやでもありがたいですよね、こういうと。やっぱりそう言うたらね、無償のところが1億の家賃を払えるかもしれんね。恐縮です。だからちょっとあの今日はあの、はい、いろいろちょっとまたホッピーに前も語っていただきましたけども、はい、また詳しく僕ちょっと勉強したいと思います、はい、じゃあ倉さん、ちょっとうち応接ないんですけれども、はい、ちょっとあのしょぼい事務所ありますんで、この敷地内にちょっと休憩がてら事務所の方も、じゃあぜひとも、はい、見させてもらいます、はい、よろしくお願いします。汚いとこですけど、はい、ちょっと事務所の、はい、あ、思ったよりちっちゃいんですね。ちっちゃいちっちゃいです。さっきの千坪とえらい違う。お恥ずかしい。これ何なんですか、これ。社訓でございます。社訓でございます。ちょっと僕恥ずかしいんですけど、なんかウォンテッドみたいでこれ。それ、あ、ありがとうございます。すみません。また皆さんなんか揃ったように T シャツとポロシャツ着ていただきまして、一人だけ裏切りもいますけれども。すみません、ありがとうございます。ここで何のお仕事されてるの。ここで、まあ、管理したり、お客さんに叱られたり、うん、お客さんにお願い事したりとかいうので、もう全部をこの 4,5 人で、まあ、管理して。これ事務仕事をされてるこの4人さんじゃではないんですか。事務仕事は実はもうおばはん1人なんです。おばはん1人で、これ口悪すぎるで。事務1人でやられてるんですか。うわ、素晴らしいね。ここでずっと管理されて、あのでっかいあれを。あとの3人の男性の方々は何ですか。実はあの給料高い高い副社長さんとかなんです。副社長なんですか。副社長で。副社長やって嫌味なぐらい経営多いですね。社長に失礼なの。失礼でしょそれ。あの身内ではないですよね。そうなんです。22人の時うち運転手でバイトで来て、そっから今何年、15年ぐらい。16年で副社長になれる。普通給料の8割ぐらい山形に仕送りしとるっていうのを知ったんですね、僕が。そんなもんほんまか嘘か分かりませんか。それ信じちゃって。すぐ信じますよ。飽きませんよそれ。山形出身 で山形のご両親と、まああのね、あのおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃるかもしれないんですけども、そこに7割8割苦労人やと苦労人で思われて、でまあちょっとあの管理職やるっていうので挙げてたんですけど、
それが副社長まあ根性入れてやってくれるもんですから。ちなみにこの社長のその良さっていうのはどういうところで思われます？優しいですね。ほんま人の優しさ。あ、そうですか。ではあのお二人は、もう彼も副社長で。ちょっと待ってください。そんなったら、その副社長って何人いるんですか？二人なんです。副社長2人いる？2人おって戦わそうとしてますね。でやっぱり最初戦ったんですけど、やっぱりあの本当に仲悪くなるんですね。なんであのもうポジション変えて。あ、ちょっと待ってください。何副社長っていうのがあるんですか？この人がもう現場の、あの倉庫の商品管理の副社長 で、ね、また仕送り系ですか？仕送りはしてないですよ。家庭の方に。お前も上場してるような大きい会社で部長やっとったんですね。名前は出せないけども、結構あの飲料系ですか？ほんなら、そうです、ね、飲料系の大きな誰もがしてる会社のやってて、部長さんやってて、はい、部長、はい、で何年ですか？こちら働いて、まあ、今4年目です。4年目で、でももともと副社長のポストをお渡してですか？最初からそうですね。副社長って場所してくれと。そうですね。で、まあ、あの若いでしょ。彼若いです。20、今8ぐらい。ごめんなさい、34です。あ、全然違う。いい加減な、まあ、微妙な間違い。どこって。34歳で課長やってます。課長さん。それは事務仕事のじゃなくて現場やね。現場の、ね、へえ。それでも34で課長やったらすごいですよ、ね、なかなか。もともと広島でお好み焼きやっとったんだっけ？ラーメンやってた。全然違う。いいですけど、また普通ラーメン屋さんから広島でラーメンやってて、ほんで広島で知り合ったんですか？東京出てきて。じゃあね、はい、あの就職案内かなんかで、あ、そうですね、見つけて、はい、もうこれでいいや思って、ここしかないと思って。何が決め手なんですか？ラーメン屋から全くちゃうじゃないですか、このねえ社長の人柄が。いやいやいや、はい、いや、もうそうやってみんな今ね、社員何人でしたっけ？今100人弱ぐらいですけど、はい、すごいわこれは。ね、経理一人で。そうですね。もう何年やってらっしゃるんですか？10年ぐらいですかね。どうですか社長は？すごく面倒見が良くて優しいです。ねえ、はい。いやいや、でもこの方いらっしゃれんかったらもう会社回れんの？そうですね。まあ、あの明るいもんですから、明るいお客さんからのが評判良くて。でも事務でお客さんから評判やって、だからまあ電話応対であったりとかも全部やられてることですか？ですね。で、まあみんなにあの 1.5 人前やる仕事をつけるんで 1.5 人前の給料払うねっていう仕組みにして、みんなちょっと仕事頑張ってねと、頑張ってねっていうので、あの余分めにお金払うようにしてます。はー、いやー、これはすごいですよ。でも本当に、しかもね、見てみ中川、俺一郎ちゃうのにあんなとこにお前された恥ずかしいね、あんな黒谷の T シャツ。いや、でも、まあ、あの夢があると思いますわ、はい、あのここがね、もう本当にでかいこのね、フロア、オフィスフロアで、うん、みんなでガーってやってたらなんか冷たい感じするけど、そうなんです。言うてもこうアットホームな感じでやってはって、しかもそんな気言うたら売り上げがガッと上がってるんやから、まあ、会社はこれから大きさじゃないってことですよね。そうです ね、 ね、その時代に突入しましたんで、ちょっと今日はせっかくなんで社長、はい、あのそのソニック不動産の、はい、ちょっと仕事っていうのをちょっと見せていただきたいなと。ああ、ぜひ、あの、はい、はい、じゃあ社長、なんか重要な仕事があるということで、はい、あの倉田さんにぜひと思いまして、今日はヘルメットの新調を、新調してくれて、見てこれ、こんなん書いてくれて、これはもう副社長も夢じゃない。あ、もうぜひお願いします。ぜひです。ごかぶらせていただきまして、はい、で何をすればいいですか？今日は実は黒田さんがせっかく作業を手伝っていただけることですんで、こういう商品いうのは比較的やっぱりトラックの荷台の中で荷崩れすることが結構あるんですね。あ、そうでしょうね、揺れるしね、はいはい、あと、まあ、前の、 あの車が急ブレーキ踏んだり、ガンとなったり、こっちはもう車間取っててもどうしても急ブレーキ踏むとグッとずれたりしますんで、ね、危ないですもんね。そうなんです、で、まあ、大切な商品壊すわけいきませんもんで、はい、あの実はあのサランラップの巨大版みたいなもので、あの商品を固定するいうことが結構我々の業界では大事なもんです。サランラップで巻くんですか？例えばなんか紐で巻くんじゃなくて、あの昔はあの紐でやってたんですけれども、はい、紐だとどうしてもその段ボールにちょっとこうギュッとへこませちゃったりしちゃうんですから、はい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 、そんなんであのここ最近はラップですね、サランラップみたいな大きい版で、あれはであの商品をまあ固定のために巻くんですけれど、まあ、もちろんあの、
湿度高い夏なんかは結露の防止にもなるんですけれども、でそれを今日は実は機械で私ども、あ、こちらの機械で、はい、しておるんですが、これをちょっと黒田さんに一回ラップしてもらえ、重要なお仕事、ありがとうございます。らと思いまして、はい、まずどうさせてもらった、はい、今うちのんが今このステージに商品を置きますので、これステージっていうの、はい、わかりました。じゃあお願いします、はい、でこれをこのステージの真ん中あたりにちょっと今置きますので、置きます、はい、ありがとうございます、少々お待ちください。副社長自らあそこにはめて、はい、これやっぱ素人じゃできないですね、これは。まああるんだよね、なんかね、はい、それはやっぱ素人ではできない、プロの技、はい、で、そうは見えなかったので、まあ、一応こんなプロしか見えないんで、どうす、私は何をすれば、緑色のボタンを人差し指で、これですか、この自動起動、はい、押すよ、押し、いいですか、これ押して、はい、じゃあ押します、お願いします。シュールな絵になっちゃったんですけど、すみません、もうこれボタン押すだけでこのヘルメットかぶこのボタンを押す、一回押すだけでこのヘルメット、ありがとうございます。危ないです、何が危ないね何が危ないね、あ、でもこうやってやってるんです、こうやってやってましてですね、まあ、気使っていただいてるんですよ、俺が力ないし、こんなん運べるもんじゃないですしね、ちょっと恥ずかしいですね拍手された時ごっつい照れたわさあ社長、はい、なんと誠に朝から申し訳ございませんでした、とんでもないです、あまりお役に立ちませんでしたけど運送会社の社長のところに僕が直接何かをでも貢献できることって少ないんですよ、もちろんやっぱりね、そうなるとね、やっぱり僕思うんですけども、やっぱりそのホッピーをもう少し西日本にこう広げていくと、で私もまあずっと大阪で生まれ育って大阪のとか町で関西の町でこうやってここまでさせてもらってるんで、ちょっとホッピーをね、僕ちょっと広めたいと思います、関西で。ぜひお願いします。ホッピー、関西、応援会会長になりたいと思います、お願いします。ホッピーについてのこととか、ちょっと僕も仕掛けていてなかったんでね、何か仕掛けていきたいと思いますので、ありがとうございます、また次の動画でよろしくお願いします、はい、ぜひお願いします。